さあということで今日本の三菱がですねチャレンジいたしました、はい、そのパイプスピークヒルクライム、はいはい、アメリカで90年以上の歴史を持つと言われています。非常に歴史のあるそのイベントで活躍をした今車両がパレードしていたのはもう皆さんご覧いただけたと思います。さあそれではここでドライバーをご紹介させていただきましょう。今 VTR 中にも出てまいりました日本を代表するパリダカールラリーのですね覇者でもあります三菱チームエボリューション3増岡宏選手登場です。大きな拍手をどうぞ。現場では昨日の全国のディーラーから選ばれた腕利きのメカニック陣が日夜その走りを支えていた。険しきゴールへの道、日野レンジャーはワンツーフィニッシュでクラス6連覇を達成。チームはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスのゴールで歓喜した。ダカールラリーなんかすごいでしょ、ロマンを感じるというか、アドベンチャーの、はい、感動的でした、はい、さあそんな車両も、はい、実は今日このモータースポーツジャパンのフェスティバルインゴダイバの会場で今皆さんの前を走っていた車両ですよ。そこからものすごい高いコックピットから今降りてくるのが、どうやってこれは降りてくるんでしょう、タイヤの上も使って降りてまいりましたよ。それではご紹介しましょう。ダカールヒドリンジャーをドライブしてくださいました菅原義正選手です。大きな拍手お願いします。はい、大変ですよね、長いのにずっと一緒に。そう、途中で喧嘩とかしちゃったりしないんですか。しないですか。はい、で、横さんに聞いてたんですよ。はい、あの初めてね、来て3日目ぐらいいかがですかって聞いたら、はい、から毎日1回はこの世とさようならって言ってましたね。そんな風に思ってしまう瞬間があるんだ。じじか、もう私ここまでかもって思っちゃうぐらいの、お別れだ。すごい、もうちょっとなんか春さんなんかは、お、それでは準備が整いましたかね。ではビームエボリューション3の増岡宏さんのドライブを皆さんにお楽しみいただきましょう。いやー、これもまた、はい、砂漠で戦った男とは思えないこの EV でのパイプスピーク。いやー、すごいタイヤ効果上がってますけども、すごいですね、すごいですね、この有り余る電力のパワー。いや、あれって運転してて、はい、エンジン、ガソリンとあの電気とどう違うとかあるんですかね、運転の感覚としては。多分でも、はい、こう普通、まあ自分がねアクセル踏んだ時にそれにこうするようにエンジン回転が上がっていくと、はい、なんとなく感覚が止めるのは音がないですからね、きっとね。あとね、はい、あの内燃機エンジンと違ってね 2.5 秒ぐらいで0から100キロまで行きます。すごいですよ。1、2、3、もう数えてたら100キロ、はい、100キロ行っちゃう。100キロまで 2.5 秒で行っちゃう。これはちょっと早いですね、はい、で彼はね、今ね、いろんな制御をして切ってやってるんですよ、はい、ああ、そうなんですね、はい、これがじゃあそうするとハイスピードで、まあ、ほんと150とかって言われてるカーブを上がっていくものは、はい、本番だといろんな電子制御で、制御で、あの右側の車輪を動く前、車で言うと鉄の役割をしているのをモーターを回転するね、すごい、いや、もう、もうどんなことでもできちゃうぐらいパワーがすごいですね。あれでも増岡さんが今乗ってる椅子の下に、はい、リちゃん、すごい数のバッテリーが床一面にあるからね、バッテリーが、はい、あ、バッテリーとガソリンってどっちが
な重いんですかね。どうでしょう。いや、バッテリーの重い。あ、そうなんですね、はい、そうでしょうね。じゃあガソリンを走ってると減っていきますよ。そう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 、バッテリーはね、減らないから、はい、じゃあ放電しても減らないですね。でもこのバッテリーがこれからどん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 高度ですね、はい、また新しい自動車が出てくるんですね。今年からダカールも1台、電気自動車出てくる。そうなんですか。でもダカールとかだとあれだけ風力があるとソーラーカーとかでもなんかできそうだな。ソーラーで充電したから、いや、まあ全然電力が違いますからね。まあでもすごいパワーを見せつけてくれました。はい、はい、松岡弘さんです。大きな拍手よろしくお願いします。ビームエボリューション3すごい。お、そしてクラクションが聞こえました。走り出しました。これぞディーゼルサウンド。ミキちゃん、なんかこれがレーシングカーじゃなくてレーシングトラックっていうのがすごいよね。そうです。もうタイヤがよれちゃってますよ、菅原さん。あの、ハイトもありますか。ハイトって高さがあるんですね、タイヤに。ですからあんまりね、こういうとこでその元気よく走る料理はできてないんですよね。でも、ね、すごい。さあ、それではここで VTR 参りましょう。